実は飽きっぽい人の方が成功するって知ってました？自分なんて何をやっても続かない。次だってどうせ続くはずがないんだ。そう思い込んでませんか？いつも自分なんてダメだダメだと責め続けている人多いんですよね。始めるときはワクワクしているのに始めた瞬間に冷めてしまう。そういう人も多いかもしれません。でもその飽きっぽさっていうのは実はあなたの才能かもしれませんよね。多くの人は一つのことを長く続けることが成功だと思いがちです。でも実際には間違ったこと一つに長い時間をつぎ込んでしまったら、それは失敗と同じだと思うんです。そうではなくて、幅広いこと、いろんなことに興味を持って、そこで本当にこれだというものを見つけた方が成功には近いはずなんです。そう考えると、飽きっぽいというのは長所だったりします。例えば様々な分野で活躍しているサッカーの本田圭佑選手、彼はサッカー選手だけではなくて起業家だったり教育分野でも活躍しています。本田選手の好奇心旺盛な性格というのは、サッカーの分野だけじゃなくて教育分野とか宇宙の分野にも伸びているんです。こういったことを考えると、一見飽きっぽいというのは悪いことのように思うんですが、いろいろなことができるという、そういう才能につながっている人も多いのではないでしょうか。あなたが何をやっても続かないとしたら、それは新しい才能を発見するチャンスかもしれません。世の中には一つのことにしか興味を持てないという人もいる中で、多くのことに興味を持てるというのはそれだけで才能なんです。あなたが飽きっぽいと思ったら、その飽きっぽさを忘れずにそのままでいいんです。いろいろな分野に挑戦できるという、そういった才能を秘めているということだからです。あなたが持っている好奇心が誰も知らなかったような、そんな成功につながるかもしれません。このアカウントでは、何をやっても続かない、自分には才能がないと思い込んでいるあなたに才能を見出すヒントを発信しているので、ぜひフォローしてくださいね。